を渡しています。このワンブロックというのは海岸線を保護してくれる、いわゆるその都市の周りにこのマングローブがたくさんあります。これは災害の時には必ずこの土地を守ってくれるっていう 役割があります。こういったようなマングローブの林ですね、もう一つはこのマングローブの中には生態系を守る、いわゆる桜とかカニとかそういった生物が、生き物がたくさんここに住んでいます。このマングローブというのも文化的にも我々にとっては重要なものでもあります。例えばこのマングローブの木を切って家を建てるために使うものでもありますし、場合によってこの薬を使ったり、あるいはこの元にですね、その魚とかカニが住んでいる、で我々にとって食として取ったり、これはとても重要な役割であります。ミクロネシア連邦の島々は数百年前の火山活動の結果でできた島々と無数の珊瑚から成り立っています。そのうちの何とかが山頂が水面に押し出された形になっており、周囲浅いリーフで囲まれています。この珊瑚というのはさまざまな形で島を囲んでおります。珊瑚礁にとって我々にとっては大変重要な役割をやはりこの周り その海岸を保護してくれる、災害の場合は例えば津波または自然災害が発生するときには必ず、まあ、この珊瑚が守ってくれています。もう一つその生態系を守ってくれる、やはりここに住んでいるそういう生き物が、私たちにとっても大変重要なものである、文化的にも大変重要なことでもあります。もちろんこの珊瑚には魚、さまざまな魚が住んでいる、それを魚を食にして毎日の、生活に欠かせないものでもあります。もう一つ大事な役割は、これは家族のアイデンティティ、いわゆるそれぞれの無人島またはその珊瑚というのはそれぞれの部族が持っています。それが持つだけで、部族にとっては大変重要なものであるアイデンティティというふうに思っています。こういうような風景でちょうど空から撮った写真なんですけども、で島の周りにやはりその珊瑚礁がございます。珊瑚礁というのは今我々にとっても観光資源として、生かしています。まあ、海の中に潜れば珊瑚礁と出会ったり珊瑚礁に住んでいる生き物と出会ったりというふうになります。我々にとっては大変重要なものであります。ミクロネシア連邦にはたくさんの熱帯生漢方や花そして植物などまた600種類を超える樹木があり、その多くの固有種だと言われています。まだ数えきれないほどのトロピカルフルーツがたくさんあります。きっと皆さんも馴染みのあるこのバナナっていうのはミクロネシア連邦では超え50種類もございます。私も日本に来てから、バナナをたくさん食べたんですけれども、やはりミクロネシアのバナナと比べると国のバナナがとても美味しいです。
花もたくさんあります。こういった花はどこでもミクロネシアにはあります。ミクロネシア連邦のサンゴ礁は、ウミガメ、マンタだけではなく色とりの熱帯魚に満ちています。また周辺の海海はカジキやシイラ、マグロ、カマス、そして、バスオカジキですね。で80キロを超える、まあ、ウノ、ローニアチですね。ローニアチの、魚っていうのもたくさんあります。今スポーツフィッシングとしてとっても有名になって、います。ミクロネシア連邦ではたくさんの無人島があります。こういった無人島っていうのは、500以上がございます。ミクロネシア連邦では607の島がありますが、その中から60の島が人が住んでいます。その残りの500条は全部無人島です。こういった無人島っていうのはぜひ、このロータリー B2000、2780ですね、軸にぜひこの一つの島を借りて使っていただければと思います。この島っていうのは、まあ、全体的にミクロネシア連邦にもあるんですが、一番多いのは私の出身の中国です。ですから借りたければ私に一言言っていただければ、それを一つか二つでもぜひ借りていただければと思います。まあ、こういった美しい自然を紹介していただけるいただいているんですけれども、これからこの自然をですね、どうやってこの自然を守っていくか、今の世界的な環境問題が起きている中で、どういうふうにこういう自然を守っていくか、今まで我々の生活文化どう守っているかっていうのは今国にとっては大きい課題であります。海洋汚染、温暖化による海面上昇、外来植物種類によって生態系変化、ゴミ問題などさまざまな問題が、から私たちの豊かな自然をどうやって守っていくのか、これが我々の課題であります。まあ、これに対してさまざまな取り組みを今実施されております。その一つは国を超えたそのミクロネシアチャレンジっていうコンセプトが今立ち上がっています。これを国を超えた大きな取り組みから広くそのミクロネシア諸島では2006年からミクロネシアチャレンジと呼ばれたこのプロジェクトがですね、その島の文化や、島民の生活を尊重した環境保全の地域枠組みを設け、島嶼部可能性な発展の実現に取り組みを始めました。ミクロネシアチャレンジは5つのミクロネシア地域で構成されているその島々から成り立っています。パラオ、北マリアナ、サイパン、グアム、そして私の国ミクロネシア連邦と東にあるマーシャル共和国、こういった島々が始まってこのミクロネシアチャレンジを作り上げます。グローバルに広がるこの環境問題に対して一国のみならず地域全体で取り組む次世代に